んこんばんは。ちくわの中身を覗いたらいそうな元男の子のアンカモンと、平均台の高さでも命綱つけるバタルです。イエーイやば、今日私が企画を考えてきました。あ、何何そのため怖いね。カップルのスマホの検索履歴抜き打ちチェックよ。検索履歴、検索履歴、カップルのっていうのはお互いのスマホの、そう、なので私今回私のその生活感が分かるスマホのその検索履歴あります、4つ用意してます。なので渡るくんもあの最新のスマホの検索履歴を4つ見せてもらおうかと。だからお互いに1個1個あの一番上から話していく。心臓にはある、何検索したかな、ふんなチラビデオとかなんか調べない、つれー、いや、わかんない、今日調べたかな。え、そういうの見るの、え、俺も見ていい、うん、交互に見せていきますか。でもさ、自分は企画やるってやってたわけだもんね。まあ、でもあえて、うん、そのいつも通りに私は検索してます。健全な人間だから、もう別に、ね、やましいこと検索してない、うん、はい、じゃあどうぞ。おー、そのスマホ の、はい、あの画面をこうやって映すのはちょっとあの他のなんかウェブページとかいろいろ権利問題とかあると思うんで、う、私たちの口頭で言っていくっていう感じでお届けします。じゃあそう怒っていいですか。怒る、怒るじゃなくて検索する、引きずってならない言葉が検索されてますね、これ。まあ、いや、順番にいってきますよ。一、うん、つ目、渡るくんの、うん、うんこスペース、え、なにこれ、意味がわからないんだけど。あ、それやったわ。何それ。なんか今インスタのストーリーで、え、インスタやってんの。やってるやってる。で、ストーリーで、ちょっと待って、インスタやってんの。やってる。何で教えてくんない、え、何で教えてくんないの。あ、もう、はい、ストーリーで、それ後でなんかバトンパスみたいなのが流行ってるんだ今。で、友達から、うん、なんかうんこの絵のバトンパスが届いて、みんなめちゃくちゃうんこの絵の上手くて、とぐろ巻いてるみたいな。うんこなんだけどサングラスしてさ、めっちゃキリッとしてたりさ、え、かっこいいけど。何何、うんこって何、知らない。あの、俺もね、負けたくねえなと思って、ちょっとね、闘争心出てね、うんこ、で、綺麗なの、ほんとかっこいい、ギラギラなうんこ描こうと。で、その時に検索したやつですね。じゃあその、実際に描いたうんこの絵はあるんですか。うんこの絵は、うん、こういう感じで、これだよ、これ。これは、あれですか、あの、幼稚園児が描いた絵ですかね。まあ、結構自信、下手くそ。下手じゃん、これ、あれ、あれなの、何、参考にして頑張って描いたのがこれ。だからしっかりあの画像を見て、うん、お手本を見ながらね、あ、こういう形じゃなと思って。はい、じゃあ、次行きましょう。はい、消えちゃった。はい、ってなんで解除されねえんだ。じゃあもう一回つけて、ここぼちゃん、はい、なんで解除されんのこいつ、ふざけんな、壊すわ、ほんとに。すげえな、よくできてる。そう、あの YouTube の、 そのレビュー動画の時になんかついでに変顔でロック解除の設定しちゃったもん、うんうん、だから変顔じゃないとロック解除できない、このスマホ。で、じゃあやるよ。はい、これね、ちょっとね、聞いてたからね、あ、まあなんか妥当だなって思う。何何何、動物の森奇世界、最近聞いてたからね、やってるっていうの。これ、ね、妥当な検索だよ。可愛くないこれ、ん、見て、これ動物の森の任天堂スイッチのケースと、うん、本体もこれ普通の任天堂スイッチなんですけども、うん、ここのなんかシリコンカバーだけ動物の森仕様になってます。ほら、かわいい、いいでしょこれ、ほら、うん、たださ、外にさ、なるべくさ、もう出ない方がいいじゃん今の時期、まあ、だからアマゾンとかで注文して、うん、っていう感じで今もうやって、それで昨日ですね、届いたんですよ、うん、めちゃめちゃ嬉しい。次の渡るくんの検索履歴は、はい、デートスペース女性スペース喜ぶセリフ、何これ、キザなセリフでも、ちょっとまずいなそれ、使う使う。なんか今ってさ、はい、思い切って外出できないじゃん、うん、だから一旦この状況が落ち着いたら、うん、どっか行きたいなとか思って、うん、行かなくていいよ別に、2人でスマブラ対戦しよう。それもいいんだ。だからそういうこう落ち着いた時にどっか、うん、あの一緒にね外出したりとか行けたらいいなって思って、うん、でその時にこうモチベーションを上げる方法というか、うん、そこの雰囲気作りも含めてね。普段そういうの検索しないよ、本当に。本当と思うの。そうだ。いや、本当本当。本当に、うん、いや、私もね、彼女いたから。なんだっけ、なんだ。さき。そう、さきと私、あ、俺付き合ったから、その時にすごいときめかせるセリフを言ったわけよ。うん、うん、なんつった。この世で一番美しい宝石よりも輝くさきの瞳に。
チェックメイト。そっか、じゃあ次行こう。あー怖い。じゃあ次、はい、どんどこ行っていいかな。え、うん、何日間風呂入らない。あ、やべやばい、それ忘れてた。何、何日間風呂入らないって。耐久です。耐久です。いや、最近さ、あの外出あんまりしないみんなしてるじゃん。だから家の中に引きこもるからさ、動画撮影しないときはさ、別になんか風呂入んなくていいかなみたいな。いや、なんかコロナの影響、風呂入る入らない関係ないから、誰にも会わないからってことね。はい、今日入った。入った、一応入った、2日ぶり。はい、しかし、じゃあ次いきますか。はい、これ私、おこですよ。またおこ。うん、おこ二度目じゃん。いや違うよ、これに怒ってたんだよ私は。三つ目、青木かのんスペース整形。あ、アンチ活動してんじゃねえよ。え、なんで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 整形って調べたの。聞けばいいじゃん。あ、でも男子時代さ、顔覚えてるでしょ。覚えてる。でもあの時会ってから、うん、あのやったことが一応あるんですよ。私ってあの元々電波だったんで、電波だったじゃん、ちょっと。いや、そこね、ちょっと覚えてないの。そう、人が見てもね、あんまり分からないみたいな感じで言われたんですよ。でも私、電波の手術をしてるの。そうなんだ。そう、電波ってさ、普通さ、歯がこうやって入るじゃん、こうやってカチャ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 。電波の人ってこうなってるわけじゃん、歯がね。じゃなくて私の場合はカチャカチャ普通なんですよ。でも歯茎が前に出てる。ああ、そうなんだ。だから歯茎を切って、それでカチャって奥に引っ込める骨を切る手術をしてるんですよ。日帰りで帰りもクラクラになりながら、なんかもう麻酔とかしたの。そう、もうなんかもう吐き気しちゃって帰れない。私吐いちゃったの、血を。怖っと吐血したの。そう、吐血。そんぐらい壮絶だ、ね、壮絶な手術だった。それによってすごい人生変わった。それだよ、それしかやってないよ。ああ、そっか、怒ってるんだってね。でもいいですよ。だから要はさ、私のことさ、気にしてくれてるってこと出すよ。出すね、ことですよ。なので許す。はいはい、はい、あー、これ今っぽいね。なになになに。置き配パクられる。置き配っていうのは、なんか最近、まあ、全部の宅配業者か分かんないんですけども、うん、特定の宅配業者は受け取るときさ、宅急便ってさ、サインしなきゃいけないじゃん、うん、でもね、今やっぱコロナの影響とかで対面しなくて、普通にあの玄関のそのドアの前に置いといてくれたりするだって。あ、やっぱそういうことだよね。そう、もし例えばさ、長時間さ、玄関の前にさ、段ボールポンと置かれたらさ、パクられるんじゃないかって不安だからさ。いや、めっちゃ確かに怖いね。そう、それで調べたとき。以上です。はい、4つ目いきますよ。いいのね、言って。多分なんか大丈夫そうだよ。シミケンスペーシュスペーシュスペーシュ練習。何シミケンさんの練習調べてんの。あれでしょ、もうレジェンドオブレジェンドの AV 男優でしょ。調べたわ。なんで調べました。いや、だってシミケンさんって言ったら AV 男優のさ、枠を超えてさ、普通に人気じゃん、YouTuber としても。しかもなんか対談してるじゃん、いろんな人と。それ面白いしさ、仕事のスペシャリストだよね、うん。で、まあ、AV でその活動されてるのと、実際に対談とか、他のその業、AV 業界以外のことも含めて、実際どのぐらいもらってるのかなって。いくらぐらいもらってそうだね。え、いくらぐらいもらってそうだね。数千万で。やば。あ、でもこれはあくまで予測だけど。シミルになるか。うん、渡るんじゃなくてシミル。27度ってまだいけるか。いけるよ。彼女いる？おかしいか。そもそもだよ。いいよ、その AV 見るから。じゃあ4つ目ね。シャカチチ痩せるって何。シャカチチ、シャカチチって書いてある。シャカキチだ。シャカキチね、マックのね。シャカチキだ、シャカチキ。シャカシャカチキンだから、シャカチキね。やばいな、うん、シャカシャカすんのこうやって、うん、シャカチチ。最近私ダイエットめっちゃしてるんですよ。うん、そうだね。 3,4 キロそう痩せて、ただ今後って例えばエリンギのさ、なんかバター醤油とかさ、だけとかいろいろ食べてるとさ、飽きてくるんですよ。ちょっと脂っこいもの食べたいなと思って、ウーバーとかも使えるじゃん今、うん、だから魚チキ、うん、食べていいかなみたいな。なんか糖質はなんか低いらしいから、うん、ああそうなんだ、食べたいなと思って。でもリバウンドしないかな、よし痩せるか調べようみたいな。どういう感じですか。それも普通にただ の、 あの、うん、私の頭の悪さが炸裂しただけで、シャカチキです。いや、多分ね、私も本当廃人みたいな、ね、こうやって片手ポケモンやりながらね、ああそういうことだ、ってなんかウーバー頼むかなみたいな感じでやってるから、多分。でも今便利だから、それだけでも拾えるしね。
情報。そう、今最近ね、ポケモンに卵産ませまくってるの、1日に50個ぐらい卵労働させてるの。労働させてる、めっちゃ。もう自転車こぎまくって卵産んで。ポケモン知らないんだけど、自転車こぐと卵産まれる。そう、あのね、何百歩で卵産まれるみたいな。孵化するやつね。孵化させんの。今ピカチュウみたいなね、モンスターがいるの。ミミッキュっていうのがいるんだよ、ここにシャムシャム出てるんですけど、ピカチュウの着ぐるみを着てるみたいな感じの。そう、それのなんかレアを当てるために、もう子供をね、何回も産ませまくって、もうね、ボックスの中、ミミッキュって、気持ち悪くなってる。ああ、何、それで孵化させたら、そのレアが生まれるかどうかっていうか。そう、攻撃力が高いミミッキュ、低いミミッキュとか、なんかいろんなバラつきあるの。しかも性格もね、おっとりした性格、陽気な性格。で、私は、無邪気な性格のミミッキュが欲しいんですよ。いや、面白いって言ってた。面白かった？いや、よかったわ、でも。あんま爆弾なくて。いや、あるからね。私はもう、あえて言えないやつ。質問しました。ああ、私のことをなんかアンチみたいな感じで、なんか裏のなところ調べるみたいな。いや、マジで本当。これから検索できる、気をつけよう。はい、はい、今回の動画少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらも画面の下からお願いします。あと、私と渡る、それぞれですね、ノートという、まあ、ブログみたいな感じのやつもやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。